with you. I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams. こんにちは、ゆうぞうです。さあ始まりました、ゆうぞうホビーベースの、自転車コーナー雑談ライド編。はい、ということで今ですね、朝の6時くらいですかね、久々に、自転車に乗って、サイクリングしております。まあこちらはですね、ちょっと、はい、湯沢町の、山形県湯沢町の道の駅フラットの近くにある、公園なんですけども、そこからスタートしてちょっとだけ、雑談しながらね、サイクリングしようかなと思います。それではスタートします。はい、ということで、雑談ライドということで、今ね実験しながらやってるんですが、GoPro 9をですね、チェストマウントという、胸にね、つけて、でピンマイクをですね、 GoPro に取り付けて走っております。GoPro 単体でもいいんですけども、ちょっと風切り音がね気になったので、ピンマイクつけてみようかなって思って今実験でやってます。ただ GoPro にですね、マイク端子ついてないので、マイクモジュラーっていう GoPro に取り付けるモジュラーがあるんですけども、それを取り付けて、で、マイク端子をつけるというものなんですが、結構ね、これ重たくなってしまって、段差とかでね結構揺れるんですよね、カメラが。チェストマウントもうちょっと絞ればいいのか。今ちょっと実験的にやってまして、ちゃんと撮れてるかどうかわからないですね。一応ピンマイクで喋って、ピンマイクはね、そのチェストマウントのベルトにつけて、で、スポンジのようなマイクにね、スポンジがついてるんですけども、これ風切り音大丈夫なの？結構風がねビュービュー吹いて、スピード上がるともう風がすごいですよ。大丈夫かな。とりあえずね、実験的に今やってます。今喋ってる声もね聞こえるかどうかわかんないんですけどね。うわ、ちょっと寒いな今。8月の今日29かな、日曜日なんですけども、朝早起きしてね、もうすぐ9月なんですが、もう山形県はもうだんだん涼しくはなってきました。はい、どうかな。こっちは行けねえか。おお、結構風が強いですね。どこ行こうかな。こっちの方行ってみようかな。あ、ちょっと寒い、本当に。いや、普通に寒いな。はい、でね、近況報告といたしましては、近況報告か、2021年に入ってからの話でいいですかね。
2021年1月某日をもってですね、私雄三ですね、なんと狩猟免許を、取得いたしました。はい。で、狩猟免許といってもですね、まあ種類がありまして、その中でも、私はですね、罠猟というものを取らせていただきました。お知り合いの方からね、誘われて、どうですかということで、一緒にどうですかと。で、私もね、興味あったので、あ、ぜひ一緒に行かせてくださいと。で、まあ罠はね、罠猟はね、鉄砲に比べて比較的簡単に取れます。まあ YouTube で、狩猟についてのことはまあやるかどうかはわからないんですけども、まあまだね、新人というか素人なので、素人ではないか、まあ、一応資格持ってますからね。ただ下手なこと言えないんですよ。お、釣りしてる、いいね。まあ機会があればね、狩猟に関することも YouTube でやっていけたらなと思います。で、まあそんな感じですかね。で、3月に入って、2月か、私ですね、ちょっと病気になってしまいまして、まあ治ったんですけど、ウイルスですね、コロナではなくて、サイトメガロウイルスというですね、内臓に悪影響を及ぼすね、ウイルスにかかってしまいまして、あ、ちょっと人がいるな、ちょっと危ないので。で、そのウイルスにかかってしまって、2月はね、もう半月以上寝込んでましたね。どういうウイルスかっていうと、まあ、内臓に悪さするウイルスなんですが、私はですね、肝臓ですね、肝臓にすごい炎症が起きてしまって、で、肝臓がね、すんごい腫れちゃったんですよ。すごい腫れて、もうお腹はね、空いてるんだけど、肝臓が腫れてるもんだから、ご飯とかね、味噌汁をね、ちょっとこう食べたりすると、もうすぐお腹いっぱいになっちゃって、もう苦しいんですよね。で、熱もね、全然下がらないんですよ。熱もずっと熱が続いて、38度以上の熱がずっと続くんですよね。朝起きるとなんかこう和らいでるんですけども、ちょっとこう行動するとね、もうすぐ熱が上がって、もうずっと寝込んでる状態でした。はい。で、ずっと寝込んでる間、まあ何してたかっていうと、まあずっと休んでたんですけどね、横になって。いい機会だからと思って、エヴァンゲリオンをですね、テレビ版から最初からね、ネットフリックスで見直して、でね、アマゾンプライムも入ってたんで、劇場版もね、全部見てね、復習を一回しておこうと。そう、友達からね、新エヴァ見行こうぜってこう誘われたんですけど、それ病気でね寝込んでて行けなくなってしまって、で、そうでね、ごめん行けないってなって、めっちゃ行きたいんだけど行けないわってなって、その間にね、もう復習しようと思って復習してましたね。いや、おかげさまでね、
治った後は速攻見に行きましたね。はい、速攻見に行きました。あれ、ここ道路なんか道路が変わったのか、ちょっと綺麗になったの。はい、もうちょっとカメラ上の方いいかな。なんか手元ばっかり映ってるような気がする。ちょっと長い動画になりそうな感じなので、もうそろそろ帰ろうかな。もう10分くらい経ちますね。まあちょっと本当にね、その病気してから本当自転車乗ってなかったので、今日8月、今8月でしょ、まあ間もなく9月か、で半年くらい自転車乗ってないんですよね。今日が初というか、もう復帰第1回目でございます。はい、こんな感じで4月も、まあ4月から、まあ、健康的にはいましたけど、まあ、またちょっと具合悪くなった時もあったんですが、まあ今は元気にやっております。で、YouTube もですね、週1くらいで、まあ、ちょこちょこ出させてはいただいてるんですけども、まあ、仕事をしながらなので、なかなか更新が難しいんですが、まあ、今日もね、仕事な、これからね、仕事があるので、そろそろ帰って仕事に行かないといけないんですが、まあ、一定期間でね、YouTube も更新していけたらなと思います。でこれからの方向性なんですけども、まあ、今までねミニ四駆とかラジコン、まあ、そういったものが、まあ、どっちかって言ったらミニ四駆か、ミニ四駆結構動画上げてるんですけども、ラジコンもね最近ちょいちょい上げてるんですが、もうちょっとねこういった自転車とかのアクティブなところ、アクティブなスポーツ、こういったもまあ私の好きな自転車とかね、あとねキャンプとか、そういった動画をこれからもうちょっとね出していけたらなと思っています。まあいろんなねジャンルがあって、うん、なかなかやることがいっぱいなんですけども、まあ YouTube とかのセオリーとかではね、一つのことをねひたすらやることがまあセオリーなんですが、私はねこう自分のやりたいことをとりあえずやってるみたいなチャンネルなので、更新も遅いですし、うん、まあこれからはそういうサイクリングとかのアクティビティなものも、アクティブなスポーツ系も出していけたらなと思います。キャンプやりたいな、キャンプ。まあ、ラジコンはねめっちゃやりたかったんですよ。でキャンプもねめちゃくちゃやりたくて、もうやりたいことがねどんどん出てくるんですよね、うん、ということで、久々自転車乗った。もうリハビリもう結構もう10分くらい、10分15分か、今だいたい15分くらいか、回してるんですけども、結構足にくるっていうか、もう全体的になんか重たい。はい、ということで本日の動画は以上で終わりたいと思います。風切り音大丈夫かな、心配だな。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。もうちょっと上の方いいから、もうちょっとカメラ上にしてみようか。こんな感じだとどうかな、結構上向いちゃってるかな。まあけどこれくらいの方いけるのかな。ああけどこれくらいの方いいかもね。よし。